サンドです。ヤンダさん。ゼアルです。ホムラです。はい、4人合わせてせーので。なんだそれ。よろずやだねー。よろずやでーす。ということで今回の企画はカブトムシ取り対決。やったー。おー、いっぱい捕まえるぞー。ということで、カブトムシが大好きな人、そして虫が苦手な人、ぜひ皆さんね、チャンネル登録コメントよろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、今回ゲームなんでね、リアルの虫は出てきませんので。とりあえず僕たちはですね、虫がいっぱいいる山に来ております。おお、ここカブトムシがいっぱい取れる場所ですよね。そう、なので今回は別々に行動してそのカブトムシを取ってもらいたいんですけど、はい、まあ、やっぱこの世の中にはね、いろんな虫が存在するので気をつけてください。よし、じゃあ探しに行きますか。はーい、よし、行きましょう。カブトムシを取ればいいんですよね。カブトムシっていうか、まあ中にいる虫全般かな。オッケー、オッケーオッケー。よっしゃー、かっこいいからな。いっぱい売るぞ。何ベルになるかな。いや、売らねえよ。え、売らないよ、売れないよ。タヌキチ商店持ってって売れないんですか。いや、ね、売れないって。あ、売れないのか。動物の森やめて。じゃないんだから。あ、違うのか。あ、ちなみに今回あれだからね、対決だからそれぞれカブトムシにポイントがあるんですよ。え、おい、そうなんだ。で、そのポイントの内訳はまだ僕も知らないので、全員捕まえ終わった後に最終確認したいと思います。よーし、はいはいはい、捕まえるぞ、はい、たくさん行きましょう。ラス負けないぞ。それでは何かがおかしいカブトムシ対決スタート。何それ。スタートスタート。よし、行くぞ、いっぱい探しに行くぞ。じゃあねー。うわ、なんかユンちゃんついてきてる。いやいや、仲間でしょ、別にいいじゃん、ついていったって。仲間じゃねえよ、敵だよ。来ないで。いいじゃん、ついて行っていいでしょ、別に。いい、お前、あ、いた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 、これ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 、これだ、カブトムシ。よし、よし、ゲットゲット。お前取んの。は、はぁ、お前何取ってんだよ、おい。カブトムシゲット。ふざけんなって、お前、それ俺によこせよ。やだよ、これ私が捕まえたの。ちょらい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 。欲しい、はい、欲しい。は、え、お前何逃がしてんだよバカ。そんな、逃げられちゃった。どこ行ったんだよ。おい、ホムラのせいだ。俺のせいじゃねえ。あ、ここにもいる。よし、え、これもーらい、ほい、はい、俺ゲット。あ、いいな、ちょっといよ。お前にはやんねえよ。じゃあな。よしよし、羨ましい。よし、どこに虫いんだろうな。なんか虫いっぱいいる場所とかないのかな。あんまいねえな。ちょっと真ん中の方行ってみよう。うわ、え、何あれ、なんか噴火してんだけど。え、ちょっと取っていい、これ。と、取ります。あ、熱いカブトムシだって。ゲッツ、ゲットしたけど、なんかこっちもなんかさ、ここもなんか熱いカブトムシいるんだよな。これも取ろう。何、びっくりした、マグマ出てきたんだけど。何、熱いカブ…あ、逃げられちゃったんだ。逃げられたら…なるほどね、マグマが出てくるのか。やべえな、怖えな、あれ。うわー、捕まえるぞカブトムシ。どこにいやがる。どこにいんのかな。なんかあそこらへん…あれ、あれじゃね、あれ、カブトムシだ。カブトムシいる、いる、いた、いた、見つけた、あれだ。あ、待って、ここにもいる。あ、これなんだ、なんだこれ。なんかホタルみてえだな。これ取ってみよう。はい、あー、逃げられた。待って、うわー、ぐにゃぐにゃする、ぐにゃぐにゃする。なに、なんか逃げられると変な効果つけられんのか。逃げるときにおしっこかけられるみたいな、そういうこと。最悪。でもここに普通のやついるな。お、これ逃げる、ここ、これ取っちゃおう、これ。よし、あー、手に入れた。よし、一匹。これは、おー、2匹ゲット、やったあー、ここにワンちゃんいる。あ、俺骨持ってるからワンちゃん捕まえよう。別のところも探しに。うえぇ、なにこれ、燃えてる。取ってみる、取っちゃおうかな。はい、あっつ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 、なに、あ、逃げられた、最悪。ちょっと待って、死ぬって、やばい。水水水水、ちょっとちょっとちょっと、ちょっと危ない。なんかあんなカブトムシいないだろう。おい、どうなってんだよ。ぜ、あれ取りたくないな、俺死んじゃうんだけど。まあいいや、ちょっと別のとこ探そう。え、いっぱい面白いのいるな、ちょっと探しに行くか。ああ、フラ君とはぐれちゃったな、どこ行ったんだろう。なんかカブトムシ全然見当たらないしな。どうかいるかな、カブトムシ。こうかね、あー、わー、いる、さっき見かけたやつ。炎吹き出してる、取ってみよう。わー、取れた、
熱いカブトムシだ、やったー。他にもいないかな、珍しいカブトムシ。あ、待って、ヘラクレスじゃんこれ。これ絶対レアなんじゃない、ちょっと取れる。やったやった、ヘラクレスゲット。あそこにもいる、ここめっちゃいるじゃん虫。ラッキーをこれで、ね、たくさん取ってみんなに自慢しちゃおう。これこれもこれも熱いカブトムシかな。あ、これも熱いカブトムシだ。よーし、やったー、熱いカブトムシ2匹目だ。あ、ここにもいる、やったー。いた、え、ヘラクレスに逃げられた、いた、死んじゃう。ドラグラ、よーし、もういっぱいいるな。おお、なんかこれ光ってるのいっぱいある。あ、なんか今ホムラの声聞こえたな。おお、俺今ヘラクレス見つけた。どこに、どこで。ないしょないしょ。あ、やべ、取られる。ヘラクレス、いたー、なんだこれ。ちょっとなんか逃げられたらアタックされたんだけど。いってー、カードいる。あ、あ、あ、待って、あれ、うわ、え、なに、なに、お前、ふざけんなお前。え、なに今の、なに、なんか撮ったぞこいつ。なに、なに、見とった、今、カブトムシ動き出したんだって。でも俺カブトムシよりレアなやつ見つけたよ。なに、ほら、あ、これお前のペットだった。これ俺の。お前何してんの、なんか出てくるなと思ったら。いや、もしかしたらこれポイントになってるかも。え、それ何その、え、それ何、色違いだよね、青色のやつ。いいなすごい、すごい、かっこいい、高そうやなポイントね。いや、もうちょっといいや、お前ら取られる前に取っちゃおう。よろずや、よーし、先に見つけるぞ。いる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 。あ、これヘラクレスだ、ヘラクレス、ヘラクレス、ヘラクレスゲット。よっしゃー。ねえ、ちょっと待って、ずるいって。え、待って、え、なにこいつ、なになになに、なんだ、なんか爆弾しょってない、そんなやついんの。じゃあこの TNT しょってるやつ取ってみるよ。これいいよ、うん、いくぞ、はい、ブヤー。なんかすげえ落としたけど大丈夫、爆発してる。うん、死んだ、死んだの。かわいそう。ねえ、この TNT のやつ絶対爆発するのかな、もしかして。これちょっと俺目の前にいるから取ってみるよ。 TNT、うん、大丈夫、うん、どうしよう。ホムラやってよ。どこどこ、俺行くわ。まあ、爆発するカブトムシなんかいるわけねえだろ。いたー。なんだよこれ、お前よかった、掘らせて。 お前絶対爆発すんじゃんそれ。うん、ジャルク、ここにもいるよ、これじゃない、爆発するやつって。いいよいいよ、もういらないよ、取ってよジャルク。いや、俺も全部爆弾カブトムシ取ってあげるよ。これか、これね、任せて。じゃあ。巻き添えくなった。もうやんなんだけど、何回戻されんの俺。ねえ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 、なに、なに、俺の沼太郎は、沼太郎って誰、犬の名前。沼太郎多分爆死したんじゃない。え、爆死、ちょっと意味わかんないけど。あー、俺の沼太郎。え、待って、それ絶対ポイント高いでしょ。ね、待って待って、それ欲しい、それ欲しい。待って、どこに届きてんだよ。え、なんか動いて、動いて、あー、いった、めっちゃ強くない。どこどこどこ、ほら、あ、あれ、けどさ、お、クソデカブ、クソデカブトムシ。何だよクソデカブトムシって。え、なんかめっちゃ強かったよ、ゆうちゃん。死んでた、見して見して、見して見して、でかでか。え、ちょっと待って、やばくない、サイズの違い、やばくない。10倍ぐらいあるよ。でかすぎだろ。全然いないんだよな。うわ、爆弾いる。あれ爆発しそうだからちょっとやめとくか。え、何行こう。ちっちゃー。何でっかいの次はちっちゃいとかさ、意味わかんねえこと言って。え、ほんとにちっちゃい。ゲット。あ、来た、ほら見て、めっちゃちっちゃい。持ってんのそれ。持ってる。ちっちゃ。見せて見せて見せて。ほら、めっちゃちっちゃいにいる。ちっちゃ、これミジンコやん。え、待って、パイパーカブトムシ。え、どこどこどこ、こっちこっち。あ、ほんとだ、いたいたいた。じゃあ俺こっちいる、俺こっちいる。じゃあこっちこっちこっち。ほら、誰か突っ込め、誰か突っ込め。ほら、ゲット。これ、来たー。早っ、俺のとこ来た。え、早くね、なんで、なんで、逃がさねえや。お前ね、これやるよ、お前。卵やるから許せよ、お前。あ、生まれた。これやるよ、お前、これ。やねえよ。なに、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 お前、お前、来んな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 。なに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 、来んな。おい、おい、おい、ゲット、やばい、いや、なに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 、レア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 、え、それ。もう絶対レア、これ。これ、うるせえな。レア、本当にレアなんかよ。いや、わかんない、わかんない。サード、サード、サ
っと、なに、こっち来て、こっち、これ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 、レアじゃないって絶対これ。あれレアじゃないのかな、ほら、あれあれれれれ、あれえ、ま、え、ここにもいるよ、これ、何、見たことない、これどれ、え、これがレアなんじゃない、それなんか稲妻マークみたいなのついてるよ。え、稲妻じゃないでしょこれ、え、なんかほらビリッていたいた、お前何しよんねんバカ、いった、あ、雷カブトムシだ今の、ほらやっぱ、やっぱ稲妻マークじゃん、雷カブトムシ、あ、あ、逃げられたから行かずじゃ落とされたってこと、いや、切れすぎだろあいつ。え、なになに、ちょ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 、またいたい、またいたよ、お、こ、俺取る、あ、やばい、うわぁ、サンド、ニワトリになっちゃった、逃げられてる、サンドがニワトリになっちゃった、ニワトリになってない、え、ちょ、ええ、あれだ、一撃で死んだよ、え、じゃあやっぱあれレアだったんじゃない、レアなのかな、なんかドラゴンの声聞こえたよ、いやぁ、なんもないし、どこにない、え、待って、サンド、あ、沼太郎、あ、こいつ2号、沼次郎、これ沼次郎、これさっき捕まえた、あ、なんかいる、雷だ、あ、ちょ、爆弾、間違えた、爆弾ゲットした、えぇ、やったいいな、ついに爆弾ゲット、え、ゲットできるんだ、行くぞ沼次郎、沼三郎、え、三郎ゲット、三郎いる、何、三郎いる、いるよ、あ、え、いる、え、ね、いたよ、どこ、袖カブトムシ、ほら、え、ほら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 、あそこ、え、じゃあ一緒に捕まえよう、取り合いなしな、あ、喧嘩なしね、じゃあ協力しよう、協力しよう、うん、協力しよう、オッケー、 これ協力しないと多分取れないから、はい、よし、おい、あれあれ、いたい、お前、お前、何もやってねえじゃん、いけ、まあ、サブロシ、よし、あれあれあれ、え、手に入れた、ゲットしてない、え、待って待って待って、俺も、え、いや、ええ、どこ行った、ジローとサブローが食い殺した食った、え、あ、え、待って、え、犬が倒したらゲットできないのかな、あ、そういうことかも、え、食った、だ、お前、お前だからさ、だからもうやめろっつったんだよお前食ったってことで、あと1匹ずつ、そうだね、あと1匹ずつにしよう、また見つけた、ちっちゃいの、ちっちゃいの、やったちっちゃいの見つけすぎやん、ちっちゃいの見つけすぎじゃない、なー、いる、え、何かぶっちゃう、俺最後か、爆弾、え、こいつレアだと思うんだよな、絶対、絶対爆発するよ、ダマだ最悪、みんな優しく引けよ、え、え、え、あ、僕じゃあ小さいのを見つけたんで大丈夫ですかね、はい、やっぱミニは確定なんだね、小さいの見つけすぎじゃない、え、で、そうなんだ、めっちゃびっくりした今、ね、これ制限時間どうなってるんだろうね、俺捕まえてないもん、ずるいよ、みんなだけ、あ、知らねえよ、よし、もうヘラクレス、ずるい、ずるい、ああ、スペクテーターなった、終わり、あ、終わりじゃない、終わりかよ、制限時間あったんだ、おお、おお、これここに入れろってことですかね、あ、これじゃない、そういうことか、よし、一旦全員入れよ、あれちょっと待って、あれ他のやつ見てみよう、ちょちょちょ、ねえ、ねえ、沼次郎と沼三郎がいない、あれあれ爆弾で死んだのかな、あの最後俺死んだ時にさ、最後の方、確かに、ああもうすぐ巻き込む、最悪じゃん、サブローまでかわいそう、元気かなサブロー、元気かな、あ、笑ってるわ、ほら天で、笑ってねえだろ、どこだよ、笑ってねえとか言うな、ということでカブトムシ対決結果発表でございます、イエーイ、よっしゃー、誰が一番得点高いのかな、これこれ何ポイントか分かんないもんね、今から発表されるからね、あ、そっか、でいくよ、うん、普通のカブトムシ1点、あ、1ポイントなんだ、1点、まあ、1ポイントか、次、あのレインボーカブトムシ10点、10点、カブトムシの10倍、光カブトムシが4点、4点、結構高いんだ、高いな、熱いカブトムシが5点、5点、高いんじゃない、あ、高い、サンドが気になるやつ、何、ミニカブトムシ何点、なんと9点です、9点、レインボーぐらい高い、やったー、やっぱ難易度難しいからね、あれ見つけるの、まあ確かに、マジかよ、見つけるのは難しいね、足が速かったハイパーが8点で、クソデカが、クソデカブトムシ、クソデカブトムシ7点、あーあーミニの方が良かったじゃん、うん、見つけやすいからね、全然解けんだ、うん、でヘラクレスが、まあ、普段だと
人気というか有名なやつだけど5点だって。ああそうなの。まあでもレインボーいるからね。レインボーヘラクレスがいますから。で最後あの爆発と雷が両方とも8点。高い高いね。いや特殊なやつ結構高いんだなやっぱ。そうだね。じゃあまあとりあえずこれでじゃあみんな点数を計算していきましょう。オッケー。それではポイント結果発表。イエーイ、やっていくぞ。ゼル君から見ていくか。オッケーオッケー、いきます。はい、はい、もう結構捕まえてるよ。え待って、普通のやつ1匹もいなくない？あんないっぱいいたのに1匹も捕まえられなかったの。まあでもハイパーとかね、これまあその分特殊なやつ多いよね。確かに。これポイント何点ですか？これ合計は55ポイントです。55ポイント。あーなるほど。じゃあ次はホムラ行きましょう。ホムラ君、はい、どうぞ。はい、でーえー結構高そう。しかもねこのレインボーヘラクレスも持ってるんでね。確かに俺めっちゃ爆発カブトムシゲットしに行ったから。爆発もしたけど、ずっと爆死してたイメージあるわ。ずっと爆発したか取るかどっちかだったからこれのおかげもあって、はい、なんと得点が77点です。おお、高い、すごい。ラッキーセブン。ユンちゃんいきましょう。はい、いきます。はい、ユンちゃん結構取ってたイメージあるけどな。僕レインボーがいるのでこれいいんじゃないですか。いやお前得点してんだろ、何点なんだよ何点だよ。ユンちゃんこれ何点ですか？これ合計40だった。いや一番低いじゃんお前は。待って、いいんじゃないですかとか言って。えなんかさめっちゃ取ったイメージあるんだけどユンちゃん。いや見つけたけどみんながお俺の俺のって言って取るからしかもさユンちゃん俺にさくれるとか言ってピッて投げたら消えた。飛んでいったし飛んでた。俺勝ったかも。え嘘、そうかお前点数知ってんのか。これミニ4つ結構でかいんじゃない。ミニ4つがでかいですね。これで合計何点？これがですね、合計87点ということで、第1回カブトムシ探し対決優勝僕です。サンドやったおめでとう。やったお前ジローとサブロー死んでるからな。いやあのこの動画で、ね、犬3体死んでるからかわいそうかわいそう。マイナス100点。なんで